笑っちゃうね。実際には3メーターの津波が10メーターの壁を超えるんですね。そうね、バーンってなりますからね。そういうそのアクティブなことを一切経験し計算していないで、うん、これは大丈夫ですよと言ってるだけの、それが一時ストレストレストですから。だからだって後藤さんがね、これからも出てもらうけど、僕の隣に座っていて、前のスタジオで後藤さんね、後藤さん、はい、後藤さん、まあ何の役にも立ちませんと言ったよ。あの人はあの原発を作った時にこれはまずいぞと思って、とっても面白いのは出世しないんだよね。だから僕ね、そこがね、早野さんね、はっきりしてるなと思うのは、この国では長い歴史の戦後の歴史の中でね、そういうことを言う人は出世しないよ。でもお金も稼げない。木原さん、それは今までの話で、311こう変わって私たちも知恵がついたから、本当聞いてると国民なめてんのかって、私たちはもう節穴じゃないよって思いますもん。小出さんや後藤さんも今までは出世しなかったかもしれないけど、これからはそういう人たちを出世させるようなところにできるんですよ、きっと。見張ってれば、見張ってれば、その出世ということで言えばね、枝野経産大臣、これ以上出世って言ったらもう内閣総理大臣しかないわけですよね。で、彼は内閣総理大臣やりたいということだったと思うんですけど、今は違いますよ。それ言った瞬間、彼の政治生命も終わると思いますね。本当に金谷さんが言う意味での出世したかったら、ここはもうはっきりとですね、再稼働はもう認められないと、こんなずさんな安全基準を区議会に持っていくことはできないとか、地元京都や滋賀の人が、知事がもう納得できないと言ってるのに、とてもじゃないけどね、合意はでき、再稼働はできませんと、ゴーサイン出せませんと言わない限り出世できない時代にもなってますよね、今井さんね。うん、そうないんだよね。そう、枝野さんブレてるような感じですな。枝野さんは4回変わりましたんで、今回のそうブレてるやつ、ね、ブレすぎですよね。いや、だいたいブレてないと偉くなれないんですけど、いや、それはともかくとして、国民がです、このどうやったらこの人たちを変えていくっていうことがまず不可能でしょう。そうしてみれば、こんなに国民の意思がはっきりしていることはないんですよ。例えばね、僕はあれですよ、郵政民営化反対でしたよ。この放送の中でも散々やりましたよ。しかしあの時はね、本当にみんな小泉劇場に、また小泉さんっていい役者なんだよ、あれね。審判の役者なんかやらせたらとてもいいと思う。親子でやったりなんかして、で、まあ、それはともかくとして、そういうことをすることのために、今井さんとか前北さん、その国民の横野さんもそうだけど、国民投票をいろんな形で呼びかけていらっしゃいますね。しかしこれ全国的に見たってそのくらいのことあると思うんですよ。もちろん自民党も民主党もなんだかと思う、みんな信用できないとなると、だどこ党に頼む、そこで党に頼らないってことになるから出てくるのが大阪夏存人なんだよ。あ、ね、あね、相川さん、民主党が一月ほど前にですね、大井の原発の再稼働については2段階でやりたいというふうに言ったわけですね。で、最初政府がですね、法案委員なんかの報告を聞いてゴーサインを出して、出しただけじゃダメで地元の合意を得て、そしてその地元の合意を得た後、正式にですね、再稼働宣言するということだったわけですね。で、僕それを聞いた時にね、ホッとしたんですよ。なぜかというと、地元が合意なんかするわけないから、地元ってどこなんかということがはっきりさせなければいけなくなった。もう一つは合意とは何を指すのかも、これ問題になってきたわけですよね、この2つの問題が。そして4月の2日に参議院の委員会で、社民党の福島瑞穂さんが枝野氏にですね、地元、政府が言ってる地元ってどこなんだと、京都も入るのか滋賀も入るのかどこなんだ、入るかはっきり言えってこう言ったら、地元という、まあ、言ってみれば日本全体が地元だと枝野氏が言ったわけですよ。僕もっとほっとしたんですよ。日本全体が地元だということは、国民投票で了解取らない限り再稼働できないということだと思って、やったと思ってたらですね、ガラッと変わっちゃって、藤村官房長だと思いますよ。それで今さんが今言われた、その日本全体が 全国が地元だっていうのは、まあ、なるほどその通りなんだけど、福島さんの質問に対する答えとしては、京都と滋賀と言わずに済むために、そう逃げたんです、ね、日本全国と言ったんですよ。そうですね。で、実際には京都と、それから滋賀はこれは30キロ圏内に入るんですね。で、原子力安全委員会は UPZ、その、まあ、問題が起こった時に、まあ、いろいろ措置をする範囲ですよ。それは今もっとずっと狭いんだけども、30キロに変えるという方向を出してますよね。そうすると入っちゃう、入っちゃって、で、ここはいわゆる原子力安全協定を結ばなきゃいけなくなる可能性があるわけですね。今は大井町と福井県しか結んでない。
審議官が説明言ったけど、うんと言わなかった。絶対言わない、この2人は。特に片さんは絶対言わない。違う、違うの、ね。でも、琵琶湖のね、片さんね、おとといか、ロイター通信の取材を受けて、インタビュー受けて、独占インタビュー受けて、僕、それ読んで、ちょっと感動したんですけどね。うん、片さんは、うん、私たちは、この滋賀県民だけじゃなくて、琵琶湖のことを考えたら、近畿全体が成り立たなくなると、生活や仕事がね。だから簡単にそんなもんなんて言えるはずがないって言っても断言してるんですよね。で、原発で需要と供給の関係で供給ができなくなるっていうんだったら需要を抑える努力をしたらいいんだと、私たち日本人が生活スタイルをもっと真剣に変えたらいいんだということを言ってるんですね、うん、そういうことを言ってる方さんがもう絶対ゴーサイン OK だちょっとずつでごまかしてるんですね、うん、枝野さんはだからその原発に不安を抱く人たちにも嫌われたくない、それから経済界にも嫌われたくないっていうね、もうなんかうろ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 してる感じで、結局はあの再稼働の方向に突き進んでる結果としては。江戸さんはだけど本心は僕はね、うん、まあ何しろ菅さんの官房長官やってたわけだから、本心は原発をいずれいっぱいなくしたいというのはあるんじゃないかとは思ってるんだけどもね、彼ね、僕はねそれ絶対あると思うんです、うん、それで、でも彼が国民は騙しちゃダメですよ、まあ、そのとおりなんだけど、いやあるんだけども、ものすごい戦国義人さんが入ってきました、戦国さんいました、ね、あれなんで戦国さんが入ってきたかって言ったら、枝野さん結構頑固なとこありますから、野田さんが何言おうが藤山さんが何言おうが曲げないとこあるんですよね、うん、でも戦国さんが行くとね、枝野さんちょっと気合うとこあるんですよ、なんで、うん、ね、あ、そう、一応戦国さんの古文というかそういう形にはなってるんだ、ずっと引き上げてもらってるからね、今派閥の中で言えば、ね、もう案の定ですよね、戦国さんは原発再稼働派だったな、原発容認だし原発輸出者です、そうですね、だからね、だからね、はっきりで、あのね、枝野さんをいっぱい批判したい人がいて、今ね、ツイッター上でもネット上でもいっぱい批判しています。それは僕、自由に、あの内閣総理大臣の目もあるよと、民主党は次の選挙で敗れてもあんたは生き残れるよと。戦国さんはなんで原発推進なんですか。戦国さん、ちょっとよくわからないですけど、ね、ちょっとその前にね、だから枝野さんは、だけど、その事故が起こった時に、その例の官房長官としてね、うん、何度も会見に出て、うん、で直ちに影響はないとか、で彼自身メールトラブルを知ってたのに、結局ちゃんとは言わなかったです、1回言ってるんですけどね、あのそういう、まあ、情報を隠したあの前歴がありますよね、あのやっぱ基本的にその権力者としての振る舞い方を身につけちゃってる人だと思うんですよ、なるほど、うん、だから心の底であの原発はなくしたいと思っていてもですよ、その心の底っていうのはそんなに深いものでもなくて自分が権力を維持するっていうことの方が私でいいんですかなんて言って入って、まあ、野田さんとしては自分は推進だと、枝野という若干これにブレーキをかけるので役割分担だという形でお互いに合意して入ったわけですよ、というような自分がどういう役柄をこなせたらいいのか彼は迷うわけだ、本心はあの福島さんに答えたようなことではあるんだけど、そうは言っても今再稼働に向けて動いてるときに俺があんまりそこで頑張りすぎると内閣はもうおかしくなっちゃうな、これはだって内閣支持率ガーンと下がりますよ、下手するともう下がってると思いますよ、消費税以上にね、だからこんなやり方してるとね、というあたりで彼はねまだまだ自分の意思を実現できる権力者としての基準を持って福井県に説明に行きます、うん、経産大臣だから行かざるを得ない、うん、行くけど彼はきっとねこんなことで滋賀県や京都府が OK するはずがないと思ってるところがあるんですよ、うん、そうだと思う、その時にそれを理由に滋賀と京都が OK してないのに、あるいは大阪市も橋本も OK してないのに、それは無理ですよと言って頑張ろうという気があるかもしれないね、だから今のところは暫定、うん、つまり安全基準として了解したのであって、うん、これで本当にいいのかどうかっていうのがまだこれからなんだというようなことまたごちゃ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 言ってるでしょ、まあ、でもねそこ迷ってんだな、こう思ったらいけませんかね、なるべく早く選挙をやってほしいと、うん、でそのために、まあ、僕に言わせれば原発ないからもうやっぱりね原発の問題はねそのくらい大きい問題、ね、大きい問題です、だからね、うん、原発選挙をね優勢選挙なんてあんなものは言いたくなっちゃうぐらいの問題、それをか原発選挙をするようなね運動をさ展開していさせ賛成やりましょう、で私呼びかけたいのは皆さんにこれ見てる皆さんに立候補してほしいと思います、でブロックで脱原発の勢力を作るっていう、で立候補するには600万円今 の, あの法律がおかしいから、これは憲法違反だと思うけれど600万集めればブロック選挙にエントリーできる、そうすると議席ですかね、ところがね金谷さんね、うん、
金谷さんの大嫌いな世論調査、週刊文春の今発売後を見たら、ね、今週号のね、見たらね、結局第一党は自民党で、そして民主党が第二党で、みんなの党と維新の会がバーター契約を結んでですね、それで合わせて80となってるんですよ。となると共産と社民はほとんど変わらないんですね。となると結局選挙をやってお墨付きいただきました原発4人で行かせていただきますっていうのがそうなっちゃうんですよ、自民と民主だから。だからごめんなさい、同じこと言うんだけど、選挙の前に国民投票で決着をつけなければいけないと。そうしないと民意は測れないと思う。だから決着して国民投票の結果が出た、うん、永遠の革命に遠すぎてね、また相当遠くまで行っちゃうの気がする。ただ、ね、今井さん、ただね、池田さん、一つだけね、はいはいはい、ごめん、東京都民投票は実現の可能性かなり出てきましたよ、うん、東京都民投票は。だってね、大阪の市議会は民主党たった8、9なんですよ、うん、ね、でこれはあの民主党が任期を失墜した後の市会議員選挙で、今現有勢力ありますから。でも東京都議会は民主党が絶頂期の時に都議会議員選挙をやったから、うん、東京都議会って民主党の議員がすごい多いんですよ。で民主党さえ賛成してればですね、大阪のように住民投票の実施に賛成したら、うん、日本の人口の1割を持ってる東京都で原発都民投票で、石原慎太郎が何問題でね、もう民主党がひどい、東京の、ね、国会の民主党と都議会の民主党もね、うん、ほとんど兄弟。そうね、つまりそういうことを考えるとね、うん、本当に逆に言うとね、この80人取ると文春が言ってるからともかくとして、キーボードを握るのはみんなは原発で投票したにもかかわらず、うん、この維新の会というのが明治維新と同じようにね、うん、明治維新だっていいこともやったらまずいこといっぱいやったんだ実は。僕はまだ自分の宣伝で申し上げないので、僕がやった黒駒の活動っていうのはそれです。でつまりそういうことになれはしないかっていうのは僕のね大きなお世話なんだけど、慎太郎さんと石原慎太郎さんと橋本知事が3日前会いましたね、大阪で。のオリジナルのグループを作らないといけないってことですよ。あの、本当にすみません、選挙の話に入る前に言っとかなきゃいけないことがあって、うん、あの野田政権にせよ、あるいはあの枝野さんにせよ、ちゃんとやるべきこと一つやってないことがあるんですよ、はい、俺はあのいろんな工程表とか言うじゃないですか、うん、脱原発の工程表を作ってないでしょ。そうですね、うん、だから日本あの確かに脱原中長期的には脱原発依存の方向を目指すべきっていう、これ正確な表現ですけど、うんうん、そういうふうに野田さん言ってるんですけど、それをちゃんと政策化してないんですよ、うん、それがはっきりすればいろんな問題が解決するのに。じゃあこれちょっと、天朝様が朝、将軍様が藩、三品の朝。行くぞ！本当に報奨金は出るのかね。出るんだろうね。で、これでよこさなかったらヤクザよりタチが悪い。天朝様が朝、将軍様が藩、三品の朝。報奨金は出るのかね。出るんだろうね。で、はい、それでは続いてまいりましょう、次のニュースの項目に。はい、直美ちゃん。はい、余剰電力の4割が随意契約で東電に売電されていたことも分かりました。以上です。ということでね、これはまあ割と東京新聞が大きく書いてあります。この中身を見るっていうと、あのどっちがどうっていうことになっちゃうんだけど、東京電力がうまいこと安く買うんですね。で買ってあげるよっていうことをやってるんでしょうね。で安く発電できたものを買い上げて、
で売る方は高く売ってる、まあこれ商売の基本だろうとは思うんだけど、そういうことを考えればそんなもんだよって言っちゃえばいいけど、これ電気ですからね、それをなんかだからもう本当に体制があるんだと思うんですね、うん、でさっき、まあ、ちょっと前に話になった需給調整契約という、うん、その節電というか、まあ、停電を組み込んだプログラムも実際あって、それを広げればピークなんか簡単にカットできるんじゃないかって話がありましたんで、心ある議員はですね、情報公開を求めるんですよ、資源エネ庁に、うん、そうすると資源エネルギー庁はいや東電さんその私的な契約ですからねと、まあ、情報は公開できませんということで、実際どのくらい節電できるか長らく分からなかったということがあるんですね、うんうん、それと同じで、これもまさに商売の基本としては、それはもうむしろ褒められる話安く仕入れてうまいですね商売がって話だけれど、やってて、うん、そこから出てくるものを安く買ってったら とんでもないですよね。これで117億円ですよ、ちゃんと今の値段で売れば117億円も、いわばその1都4県は損してるってことなんです。こういうことも東京電力のこの悪味な商売のやり方は、まあね、商売っていうのは関西が中心だった用語だから、まあ水戸黄門なんかで話ではいっぱい出てくるんですね、そういう商人は。だけど大体悪いやつだね昔の時代劇のものを見ても。でそういうことに対して私たちもだん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 目も耳も飼いならされて、あまた一つやってらってなんのがこれなんですよ、民主主義が。もういつまでも遅い道だっていうのは僕らがそこになります。変わった、はい、そうですね。朝日新聞出身としてはちょっと残念だけどねでもやっぱり東京新聞いい新聞なんです、うん、特に原発問題などには最もこう力入れてね、よくあこんな角度もあるんだなんていうことをね、つまりね朝日新聞もあるけど東京新聞もある、まあ、読売産経もあるというような、まあ、競争してるからいいわけですよね、うんうんうん、だから私はとても東京新聞も好きだけれども、うん、だからこの、まあ、それをこう電力会社に振り返ってみれば、うん、結局はそういうことでしょ、うんうん、東電が独占してるから。そうなん、独占企業、ね、まさに。だからまあ好きなようにですけど、プールに使ってでみんなで便利にする、だからお金を払ってるっていうふりしてそこへ貯めておくっていうのがいろんな業界で巧みに、まあ、時々バレて怒られてこう税務署入ったりしますけど、もしかすると電力会社っていうのはその公益性と私企業性の両方を二股使い分けて日本っていう国の黒い金庫だったんじゃないかっていう気がする。じゃあこれは追っかける記事がまた出てくるかもしれないね、勇気ある新聞記者は動いてるかもしれないね、うんうん、もしかしたらね、そこから大きなことが出てくるかもしれない。だけどそもそもですよ、こう賠償支援機構法という法ができて、で、まあ、俗に東電ゾンビ化法というのがあるんですが東電にはつまりどんどんその、まあ、賠償の資金も必要になってくる、経営苦しくなってくる、それは国が手当てをしましょうと。でしかしそれは最終的に東電が儲けた中から返してもらいますよと、まあ、お金をこう循環させるんですけど、結局なんて言うんでしょう、まあ我々が払ってるって面もあるんですよね。国が用意したお金は5兆円5兆円合わせて10兆、うん、全部はまだ使ってないですけど、それをぶち込むことによって東電をなんとか、つまり賠償可能な組織を維持しようというのが思った会社と、もう特にババ引いちゃうから嫌なんだね、うん、はあ、会長になるとね。だからトヨタの、ね、会長だった奥田さんなんかはやっぱり訴えるかもしれないと、これトヨタの車の売り不買運動起こるかもしれないという響くというだろうし、うん、トヨタブランドに傷をつけることになるから嫌だっていうね、意味のことをおっしゃってて、だからあとは井上森さんをまた稼ぎやすい、ジャルド再建にね、まあ、かなり大腕を振るった。そうですね、というか、うん、仙石さんが、うん、もしも誰もいないなら俺が議員辞めて会長になるか、まあ、仙石さんはね、確かに確かにずっと東電の組織をどう解体するかと、まあ、解体含めてどういうふうに作り変えるかということにずっと、まあ、この間現れてきちゃってるんだよね。だからまだでも出てないんですよね、一般的にはね、脱原発の工程表を作るべきなんですよ。それは発送電の分離と地域独占の打破と統括原価方式をやめるということを含んだ脱原発の工程を作るべきなんですよ。
それをミスミスタジオの数字を見せてくれればもういろんな問題が解決しますよ。そうそう、東電自身がね、脱原発に向けてこういうふうに自然エネルギー、再生可能エネルギーやるんだってことになれば、それは一般の我々でも、じゃあ少しのね、電気料金のことについては考えようかとかね、うん、そういうことになりますよね。これはまあ菅さんが一発ぶち上げただけで、みんな缶下ろしちゃったわけだから、これがきちんとこれからの民主党の将来構想になっていないわけですよね。でだから僕はすごく全体像を作ることの方が大切なんですよね。わかります。だから何が欠けてるかっていうと、その再稼働問題でもう飽きるのは、手順をちゃんと踏んでなくて、国民はある程度、見くびってるっていうか、見くびってるっていうのの意味は、国民の知る権利っていうものにあまり興味がない、で不特定多数がどう思ってる、どう感じてるかっていうことにも、興味がないというか、センスがないというか、感じるルートがなかったんだと思うんですよ。それがすごくよくは分かって、かわいそうでもあり哀れでもあり茶番だとも思うし、それを早く気がついてほしいから、再稼働っておかしいよって、それを再稼働してほしくないっていうのももちろん根本的なのもあった、これに対して本当に日本のこれからの設計図を作っていくかということが、民主党政権ならば、せっかく政権交代した政権ならば、自民党ではできなかったかもしれないけど、そういう観点から行くべきなのに、もう本当に、とにかくまあ再稼働、夏はどの子の、もうあの電力会社もわーわー言ってるからと、もうそういう小さいところの極限のところで、なんかつまんない知恵を働かせてる、こういう状況ですね。滅ぼされたくない、そうだね。僕はね、自民党ね、いい加減にしてくれと思ったんですよ。100% 変わっちゃってね。原発はやめる、もしかして、でかつて我々の先輩である自民党の先輩立てるっていうことなんか、そんなにもう今の時代ないよ。そうしてみると、なんで守るんですかね、この物騒な原発を。つまりちょっと考えたらね、夜晩酌いっぱいぐらいで目が覚めるんじゃないの。つまりそのくらいにこの原発の事故は大きいんだよ。今早野さん言ったけど、福島をね、小さく見たら大変だよ。何にも変わってないじゃない、しょっちゅうニュースに出てくるあの塔の建物が。であん中で眠ってるこの放射能を噴出してるやつは30億年先にもまだ動いてるかもしれないっていうようなもんですよ。最近ね、新聞の中でもちょっと見たけど、またその放射能を含んだ水を流してるんですよ、太平洋に。昨日か一昨日流しましたね。そうでしょ、で前もいくら流したかはっきりさせないんですよ。本当に何もかもがですね、危ない状態になってると、放射能まみれになってるということを、ようやくみんなが、それこそ全国が被害者みたいになっちゃってて影響を生んでるということがようやく分かり始めて、本当、金谷さん今おっしゃったみたいに、今まで大したことないじゃない、もう原発事故なんか収束したじゃんと言ってる人は、そうじゃないんだと、ちゃんと食えないことになっちゃってるんですよ、ということで、改めてね、福島事故の今、ハンさんおっしゃった人類的なひどさっていうのを認識し始めてるというところじゃないかと思うんですよ。しかし、本当に僕はね、政治家って、僕はね、変説があってもいいと思うんだよ、大間違いをしてんだから。だって僕ら人生だって大間違いをするってあるじゃないですか。その時ちゃんと仕立て直しますよって言って決めたでしょ。あの表現ぶりがすごいじゃないですか。そうだから、その表現みたいのはねないんですよ。だから自民党ばっかりができちゃうんですよ、昔まんまの。ただの表現じゃなくて、前のシュレーダーさんでしたっけ、前の人は脱原発だった、だからそれを追い落としたから、その前前任者のを継承するってことをすぐ判断した、だからさらにすごいと思う。すごいよね、さらにすごいと思います。それが一流の政治家なんだけど、ただ偏見じゃなくて、普通こうイタリアだったそうじゃないですか、イタリアだったそうでしょ、ベルスコーニが原発を再燃するときが来たって言ってね、だからそういう変なこだわりがないんですよね。変なこと、こだわって侍とかなんとかって言うからね、まあ、だからやっぱり経済界の特に大企業 の時代が、この時代は何なんだ、時代を掴み取る直感なんですよ、そうですね、これ、ね、それで決断が早いんですよね。だからメルケルはそうやってできた、でも日本はもうそれがないと、時代のこれまでの流れのつながりの中でこしょ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 それを続けていくというだけのことになって、今は赤ちゃんを持ってるお母さんの方が時代をつかみ取ってるわけだから、その通りそう、これは政治記者としては今まで何をやってきたんだってがっかりしますな、ここで頑張らないといけないよな、そこで本領発揮するね、まあ、そういうわけで、選挙にも絡んでくる問題がと思うんで、次に行きたいと思います。それでは直美、次です。はい、続いての新聞記事はこちら。まあそんな中、国民新党がですね、ついに代表党首をですね、クビにしちゃった昨日記者にやってましたね、亀井さんがね。それで
つまりなんかこういうことで次の選挙はどうなるかなということもあるだろうし、あの今の中では、まあ、小沢さんの判決が、4月の26日です。26日、はい、でまあ、僕も間違っても小沢さんに有罪はないと思うっていうのは、検察がね結局何とかして何とかしようと思ったって、うん、もう今までのことで言えばあの録音テープが中心ですよ、ね、そうすると、うん、そうしてみるっていうと逆に言うと